三重県では17日、新たに852人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。地域別では、津市で154人、四日市市で125人、松阪市で112人、桑名市で110人、鈴鹿市で90人、伊賀市で63人などとなっています。また、県内の医療機関に入院していた70代と80代の女性2人が死亡しました。県内の死者数は合わせて213人となりました。県によりますと、このうち41人が今年2月中に死亡したということです。また、三重県は、県内の医療機関で職員4人と入院患者11人の感染が確認されたため、クラスターに認定しました。一部の入院患者はマスク着用の徹底が難しく、食堂やトイレなどの共用スペースで感染が広がったとみられています。17日午前9時現在の県内の病床使用率は 57.1% です。